三条寺の桜もちょっと散りましたが、昨年は本当に満開だったんですけど、今年はまだ咲いています。これもお薬師様のご利益かなというふうに感じております。それではただいまより、奉納を始めたいと思います。最初に少女組の男子というか男の方で太鼓を打っていただいて、女性の方、少女組、小沼組、中野組のご協力をいただきましてありますが、女の方に踊りを踊っていただきます。次に中野目と小沼の男性の方に太鼓を打っていただき、次に3回目に女の方に太鼓を打っていただきます。その後に少女小学校の皆さん、生徒さんが、練習いたしました成果を披露いたします。皆さんよろしくお願いいたします。じゃあお願いいたします。太鼓についてください。All right.
見て、あのマップ見て、はい、お庭だね、光の顔。